こんばんは、染吉です。ですね、今回新しいゲームをやってきます。少し前、もう1年ぐらい前か、日本にも上陸した、日本にもサーバーができた、リーグオブレジェンズっていうゲームですね。海外だととっても人気があります。YouTube に動画上げる前から結構ハマってて、で始めた頃ぐらいにちょうど熱が冷めたとかいろいろあってやめちゃったんですよね。トップと ADC と、あ、サポートか。サップサップ。おっと、まあいいや、話をしながらでいいや。まあまあ、ちょっといろいろタイミングとかいろんなものがあってしばらくやってなくて、で、やりたいなと思ってたんですけど、なかなか勇気がいる状態で始めてなくて、で、まあやんなきゃなと思ってて、今回ね、やっていこうかなと。やりたくない理由にめちゃくちゃ下手っていうのがあるんですよね。もう頑張って、ちょっと生放送じゃねえや、生放送とかもそうだし、動画上げるためにやっていこうかなと、いうのがありますね。やっぱ競技性があるものをちょっと攻めたいなっていうのが、まあどういうゲームかっていうのをまあちょっと説明しながらやってきますけど、にでも、なんだろうな、他の人の動画見た方が早いんじゃない？まあ、5対5の上から見下ろしの対戦ゲームですね。久しぶりに ADC で行くかな？じゃあ ADC やろうかな。幸運の女神は間抜けのやつには微笑まないよ。今選んだのがルーンとマッサリーっていうので、これルーンっていうのが、基礎ステータスを強化する。 ルーンっていうのをですね、まあいくつか揃えてセットっていうので、戦う時に持っていけるみたいな。マッサリーっていうのはですね、またそれのちょっとまた違うステータスというか効果をいくつか付属するみたいなものですね。これどっちも数に制限があって、まあキャラクターとか役職に合わせてセットアップを組むみたいな感じですね。大きくしないのか。うまくできるかな。下手なんだよな、本当に。大好きなのよ。まあ、どれぐらい下手かっていうと、大好きすぎて、もう、家に帰ってきたら、ずっとやってる状態なのを繰り返してたんですけども、一年、ほぼ一年ぐらい。もうでもランクが一番良くて、シルバー3。で、悪かった時で、ブロンズ1っていう、めちゃくちゃ下手くそなんですよね。どれぐらい下手くそかっていうと、ブロンズっていうのは、まあなんか、世間一般で言うと、まあ障害者レベルとか、障害者レベルって言っちゃうとひどいな、この言い方。まあでも本当にそれぐらいの勢いでボロクソに叩かれてる。だって俺が言ったわけじゃないもんね。インターネットでみんな言ってんだもん。っていう扱いぐらいにバカにされてるんですけども、まあ僕もまあ仲間入りですね。あ、これミッド誰？ミッドこれか。え、ジャングラーいなくね？あ、ジャングラーこれか。トップ、ミッド、
ティーモ、こいつ何する気だ。ティーモでサポートする気か。あー、俺このアイコン昔のやつが好きだったんだけどな。これ可愛くなりすぎだぞ。てか昔の方が可愛かったのに。いろいろ変わってんだな、絵柄とか。ダリウスも変わったしな。ちょっと読み込みが時間かかりますね。まあこれはハードディスクの問題だろうな。 SSD だと結構速くなるらしいですけどね。はい、来たと。まずはレベル1個目でスキルを振ってきます。この3種類の中から。でミスフォーチューンはまずこのダブルアップですね。でアイテムは定番のを買ってきます。攻撃力が増える剣と回復アイテムと、あとこの、トリンケットって言って、もうちょっと下見えるかな。こうやって視界を得るアイテムですね。あれ、ミッドコールしたはずなんですけどって。これあれですね、行くところの場所がちゃんと連絡不足ですね。ですね、このゲーム覚えることあるからな、一個一個説明してっても難しいんだよな、順番が。まずまあ単純にタワーディフェンスゲームですよ。ここのタワーとここのタワーと、これぶっ壊して真ん中のこいつぶっ壊せば OK みたいな。でそれぞれのタワーの道を防衛していくっていうのが基本的な大筋ですね。あ、相手の見えねえな。あー、ケイトリンか。今強いんだよね、確かね。で、このチマチマしてるのがミニオンって言って、雑魚キャラっすね。でこいつを最後の攻撃で倒すとお金が手に入ると。でこれをいっぱい、おっと、危ね、このお金を集めるのをいっぱいできるかどうかっていうのが、一番勝つ要因ですね。危ねこれ。攻め込まれてますね。戦うレーンがトップミッド、ボットってあって、私たちがいるのが、今ボットなんですけども、ボットっていうのは2人1組で、あ、これ死んだ。おお、ラッキーじゃん。おい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 、やべえなー。
味方もやべえかなと思ったけど、敵もやべえな。なんであれあそこでフラッシュインしてきたんだろうね。敵を倒しました。ナイスナイス、いいじゃないですか、出だしいいじゃないですか。これ買ったんじゃね。敵を倒しました。いいんじゃないですか。これは今何分だ、4分ぐらいで3キル、チームで3キルだったらだいぶ出らしいよ。何買っていこうかな。今なんだ、マストアイテム何ですか。ちょっとよくわかんねえんで、とこれ買ってきゃいいや。基本的にお金を買って、敵を倒す、敵のプレイヤーを倒すか、ミニオンをラストヒットで殺してお金を貯めてアイテムを買って、でアイテム差というか金額差をつけて敵とか敵に対して勝つっていうのが基本的な流れですね。あんた危険な瞳をしてるね。私は好きだよ。さてさて、おー危ねえ。あ、お前これはまずいだろ。味方が倒されました。なかなかラストヒットが取れませんね、うまくね。トップニア、なるほど。イエーイ、あ、取られちゃった。マジかよ。まあ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 。敵を倒しました。お、これいけんじゃね？ドラゴンじゃね？ドラゴンじゃない？違ったか。よし、一回帰りましょう。お金をある程度貯まった段階で帰らないと、あんまり貯めといてもね、無駄になっちゃうので。で今ドラゴンいけんじゃねってのがこのドラゴンですね。これを倒すとチーム全体にですね、バフといってですね、まあステータスアップですね。戦いが終わるまでずっと付属されるので、この近辺で戦いが起きて誰かが死んで人数差ができた時ですね。そういう時はドラゴンチャンスなので、しっかりドラゴン取っておくと。おっ、と覚えだ。
あ、そっか、ティーモもみんなウルトって言って、今レベルが6になると、まあ超必殺技みたいなの覚えられるんですよね。まあ、技の中で威力が高いので、そんな頻繁に打てない。スクールダウンが、よっしゃー、誤算です。あ、ティーモだ。お前俺のキル取り寄ったな。で、今はここにミニオンをタワーに押し付けて帰りますと。これをやってる、こうやってミニオンが奥に行ってる間だったら、こいつが戻ってきても自分たちのタワーまでそうそう押し込めない。時間がかかってしまうんですよ、物理的にね。なんで押し付けたら一回帰って武器を買って戻ると。わ、ティーモ2キルじゃないですか。なんだよ、あそこでキル取れないからブロンズなんだよな。そんなこともねえか。まあまあまあ、この状態まずいですね。今敵が2人いて自分が1人っていう状態。あ、仲間が来てくれるみたいですね。こういう時はここの戦いの今ここら辺にいるやつをですね、無理に押さずに引きつけてから。行きますか。味方が倒されました。ナイス。おい、俺のキルじゃねえのかよ。ティーモ頼むぞ。おい、キルが取った人が一番お金が入るようになってるので、僕がキルを取るべきなんですけど、あのクソティーモの野郎、二度にわたって私のキルを妨害しました。シャットダウン。お、あん？あ、もういいや。よし、敵が帰ってきちゃったんですが、仲間もいないし、なのでどうしたもんかな。それは当たんないよ。
ここで戦闘が始まって、よし。ただおっと、これはまずいぞと。ああちょっと、なんで今フラッシュ出なかったんだ。なんでなんでなんで。なんで、まあ言ってもしょうがないか。なんで？ルプランに全部持って帰ってんじゃん。これはドラゴンまずいか。あ、大丈夫か。そこまではひどくないか。僕もだいぶ下手くそになってますけど、相手も大概ですねこれね。おい、ティーマやられたわ。ハリケーン買ってきてるな。敵がアタックスピード重視の武器を買ってきてますね。あまり見ないです普通は。敵のゴッドライク、あ、これまずいな。ミッドの方で戦いが。味方がタワーを破壊しました。これは追いすぎだろ。あいつ何やってんの。敵来るぞ。こういう時は一回帰りましょうか。なんか連携があまり取れてない感じがすごい。あ、今動いちゃった。やっぱな、来るよね。むしろ遅いぐらいで来るよね。今何買えばいいんだろうね、よくわかんねえな。トップは021、負けてるね。ワンチャン負けんじゃねえの。ワンチャンじゃなくて普通に負けそうだよな。ここでウルト使っちゃう。わ、死んだろそれ。
で、ドラゴン、お前、まずいだろ。よっしゃあ、あ、無理か。あ、そうだね、ドラゴンやりましょう。で、この流れでまだ時間あるから、ミッドも破壊しますと。味方がタワーを破壊しました。私を乗りこなせない。何やってんの、いけるわけねえだろ、ミッドに3人だから。味方が倒されました。あー、来たか。うっと、あー、マナがない。よしよし、うわ、なんか来た。あーっと、よしよし、間に合った。よし、オラフやばい。いや、そのヘルスは無理だろ、お前帰るぞ。あー、でもやばいな、ミッド割られそうかもな。エイトロックスが来てくれれば助かるんですが、さて、もうこの時間になってきたら、もうでもだいぶ遅いんですけどね、自分がボットレーンとかどこのレーンとかっていうのはあまりこだわらずに戦っていかないと。味方が倒されました。はい、いただき、なんか来たー。あー、これ無理だな。ルブラン育てすぎ、ジジイ。いやいやいや、まだいけますよ。どうしようかなー。何を買うべきなの、こういう時困るよな。味方がタワーを破壊しました。 お、ナイスナイス。あんた、危険な瞳をしてるね。好きだよ。え、こいつ、まあまあまあ戦えないか。帰ればいいのに、そんなんなら。早っ。いいことな
なんだあいつ。あら、そうだよね。間に合うか。集団戦が起こりそうな気配なんだが、危ねえ危ねえ危ねえ、これやっちゃったかもしんねえ。ああ、これ間に合うか。おーし、エース GG だぜ。よし、これでミッドタワーを2本折れるかな。あと1秒。もう敵も蘇っちゃいましたね。味方がタワーを破壊しました。よし、壊した、ダッシュで逃げます。めっちゃ走ってきて追いかけてきてる。わかってるっす。あ、捕まった。味方がタワーを破壊しました。おい、今当てろよ。マジかよ。はい、よし、これは勝ちましたね。赤バフ、ここにあるあのモンスター倒すと性能がアップするっていうのがあるので、これもらって帰りましょう。バレてる。あ、危ねえ。あいつ死んだな。
これ買っときゃいいか。もうなんか最近何を買うのが流行りなのか分かんないですね。よし。お、これまずいな。いいことが起きそう。お、おっと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 。味方がタワーを破壊しました。お、いいですね。タワーがどっかで折れた。真ん中かな。あ、やっぱこっか。乗りこなせない。あぶねえ。うわ、死んだと思ったわ。あぶねえ。ラッキー。レジェンダリー。これは多分相当泣いたでしょう、相手の人。敵を倒しました。よしよし、ナイスナイス。うん、勢いはいいんですけどね、なかなか。味方がインヒビターを破壊しました。いやー、久しぶりにやってかけててよかったな。味方の殻を破壊しました。てか途中から解説らしいこと何もしないですね。あれ、どこ行っちゃった。あ、サレンダー社か。相手の降参ですね。これ解説しながらやるの難しいな。まあ多分私の下手さがだいぶ分かったことでしょう。一回これで動画を上げてみます。これはひどいってなったらもうやめよう。よし、GG。よし、じゃあ今日はここら辺にしよっか。お疲れっす。